24ジャパンは、2020年10月9日から2021年3月26日まで、テレビ朝日の金曜ナイトドラマ枠にて放送されていた、唐沢俊明主演のテレビドラマである。テレビ朝日開局60周年記念として、キーファーサザーランド主演のテレビドラマ、24-24- 24のシーズン1をリメイクした作品であり、 設定や展開を2020年の日本に置き換えて最新テクノロジーと世界情勢を織り交ぜた日本初のリアルタイムサスペンスとして描く。アベマテラサでも配信され、配信版では本編がディレクターズカット版として地上波で放送されたものより多くのシーンを見ることができ、さらに本編終了後に本編と連動した日本版オリジナルエピソードが収録されている。 10月11日、日本初の女性総理が期待されている、総選挙当日を迎えたシニア0時。内閣府所轄の CTU の第一支部 A 班の班長、指導現場は家族と自宅で和やかに過ごしていたが、自室に戻った娘のミウがこっそり家を抜け出したことが判明する。現馬はミウを探そうとした直後、24時間以内に総理候補。 朝倉霊の暗殺計画があるとの情報が入り、CTU 東京本部長、郷中ナカからの緊急召集がかかる。本部長の郷中は、CTU の中に暗殺計画に関わる内通者がいると、現馬に告げ、秘密裏に調査を命じる。さらに、CTU 東京本部の第一支部長、鬼塚元次が現れ、新情報を現馬にもたらす。しかし、 鬼塚の言動を不審に感じた玄馬は、鬼塚の携帯電話を傍受した上、手洗い方法で鬼塚を尋問しようとする。そんな中、一人自宅に残され、一人娘の身を案じていた玄馬の妻、六花のもとに、ミウと共に夜遊びをしている祖父の父親から電話が、かかってくる。さらにその頃、国内を飛行中の旅客機内では、朝倉霊を撮影する予定のカメラマン、 皆川と隣席となった、氷川わななが、旅客起爆派を計画していた。24、24マイナスのシーズン1をベースにしているが、いくつかの変更点がある。テレビ朝日の、神田恵美秋子プロデューサーによれば、原作の権利を有する20世紀フォックスからは4から5年に、わたる、権利交渉を重ねて厳しい条件を提示されており、時間軸に沿った展開。 設定変更の説明、コンセプトデザインを提示した上、24話イコールにクールでの放送を交渉したことが契約の決め手の一つとなった。一方、警察ではない CTU が拳銃を所持できることをドラマに溶け込むよう、本編では描いていない裏設定も含め、日本版 CTU についてはそのリアリティも含めて議論を重ねたが、設定を作り上げるのが一番大変で、 日本らしさを取り入れた大きな要素としての家族設定は本国から評価された。なお、CTU の着信音は音階を作曲家に分析して日本版に作り変えてもらったほか、24時間のデジタルカウントは今の人の感覚に合うよう日本版の世界観に合わせたデザインに作り変えてもらったという。唐沢については彼が 原作の大ファンであることを知って運命だと思った上、20世紀フォックスからも、とても合っていると非常にポジティブな反応が返ってきたことが自信になった。唐沢にコンセプトデザインや世界観の作り込みのイメージを見せ、監督たちと共に具体的なキャラクターのイメージを作っていったが、唐沢もその思いを真摯に受け止めて一緒に考えてくれたという。神田は視聴者に食わず嫌いにならず、 1> 第1話を見てほしい思いに際し、厳しい目やファンの拒否反応も、承知の上で、プライドを持って作っていることを明かしている。ありがとうございます。